様の言葉で話さないといけないのが利点で、私たちの言葉で喋り続けると全部特徴になってしまう。売れない人はもうほぼ 100% 特徴トークです。禁煙する用の営業をなんか標準化しちゃってマニュアルにして日本中で学べば日本の全体の生産性上がりそうです、ね、これはもう確信しています。上がります。価値って何かというと役に立つなんですよ。人の役に立つっていう人生いけたとしたら楽しいんですよね。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回の番組では付加価値の作り方をテーマに革新 CEO の田尻さんにお話を伺っています。あっという間にもう第4回目の最終回に来まして、ね、はい、もう私も十分付加価値の作り方に詳しくなった気分になってきましたけれどもありがとうございます。最後にですね、このニーズの見つけ方、はい、そうですよね、付加価値をどう伝え、はい、どう広げていくか、そこをちょっと総括的にですね、はい、伺っていければなというふうに思います、はい、でまずね、田尻さんがこのニーズの見つけ方として、はい、明確に完全に認識のずれなくとおっしゃってますけど、はい、これなんかね、形容詞としては分かるんですけど、具体的にどういうことなんですか、はい、あ、まさにですね、これ明確に完全に認識のずれなくっていうのが、うん、一個一個定義ちゃんとありまして、はい、明確にっていうのが、うん、具体的に何なんですかって、そのニーズが、そしてもう一個重要なのが、なぜそれが重要なんですかっていう、これはこの本の中では語ってはいないんですけど、我々はニーズの裏のニーズって呼んでまして、裏のニーズ、はー、欲しいものと本当に欲しいものってちょっと違うんですよ、うんうんうん、はい、この本当に欲しいものが何なのかっていうところが1個目、明確にと、うん、はい、で次、完全にっていうのが、それらを、全てのニーズと、うん、そしてそれらの優先順位が分かってるかっていう、うんうん、これが完全にっていう、だから具体的に何となぜ重要が分かってて、それらの羅列がちゃんと分かっていて、それらの優先順位が分かっている、うん、そして最後、認識のずれなくっていうのが、売り手側である私たちがお客様がイメージしている絵を全く同じようにちゃんと描けるかどうかって、ほう、はい、っていうのが明確に完全認識のずれなくっていうところのニーズの捉え方というか認識の仕方になってます。で今佐々木さんがまさにほうと言っていただいたようにですね、うん、これこの後のページじゃないんですけど、うん、私たちがセミナーの中で言っていて、私が次回の念も込めて言うんですけれども、うん、その定義、この3つの定義においてで言うと、うん、ニーズの探求に終わりはない、分かっていると思った瞬間に二流になるっていう、これ私の次回の念でもあるんですけれども、我々の研修やセミナーを受けていただく方々にも絶対お伝えする言葉で、この分かっているっていう言葉、これがもう二流の源泉だと、はいはい、いう話でさせていただいてまして、で、まあ、何かというと、これ笑い話で言うと、この、ね、明確に完全に認識をずらくっていうところ、私今結婚12年目なんですけれども、はいはい、まあ、この状態を12年目の私が妻に対して、僕は明確に完全に認識をずらく、君のこと分かってるよと言ったとしたらですね、多分呆れられると思うんですよ。でしょうね、あなたは分かってないことすら分かってないよねと言われてしまうと。うん、でも逆に、じゃあ分かってないよって言ったらどうなるかと。あなたは12年も付き合ってるのにまだ分かってくれないのって言われます、うん、分かっていないはど素人、うん、分かっているは二流なんですよ、うん、はい、これまでも分かろうとしてきた、でもまだまだあなたのことが分からない、うん、だから分かり続けようとする姿勢、うん、これは一流ですと、はあ、一流は分かり続けようと、分かり続けようとする姿勢、はい、だって法人営業の時とかでもこれ一緒でして、うん、御社のホームページ見させていただきました、 IR 情報見させていただきました、これこれこういうことについて調べさせていただいて、うん、御社でこんなことを取り組みしてきたことに関して大変感銘を受けております、うん、ただまだ丸々様のお話についてで言うとまだお聞きできていませんので、今日はしっかりとご意見お伺いしたいと思います、うん、って言われたとしたらいいやつじゃないですか確かにね話したくなりますよねじゃないですか、うん、なんで分かり続けようとする姿勢、つまり分かってないっていうのは本当ど素人なんですよ、うん、つまり今日何の話しましょうかって言われた瞬間に萎えるじゃないですか、はいはい、でもちゃんと調べてきてくれたんだな、でも調べてきたんで大丈夫ですって言われたらじゃあもう提案してよってなるじゃないですか、うん、そう、分かっている姿勢を見せられたとしたらもうこいつなんか押し付けがましいな、嫌だなってなっちゃうじゃないですか、うん、なんで分かり続けようとする姿勢っていうのがこれはやっぱ一流になってくると、はい、分かり続けるために営業の方ってどれぐらい密にコミュニケーションを取るんですか、お客様と。お客様とのコミュニケーションですか、うんうん、結構お客様も変わっていくじゃないですか、どんどん、はい、だからこそ分かり続けなきゃいけないと思うんですけど、外で出てくる情報とその方々に直接伺わないと分かんない情報とかありますけど、頻繁にコミュニケーション取るんですか、はい、お客様と。取ります取ります、うん、はい、やっぱりお客様先に行って、うん、まあ、やっぱりいきなり押し付けるみたいな話じゃなくて、うん、ニーズ聞きますよね、うん、はい、どんな変化ありますかとかっていうことにちゃんとやっぱりまずは聞かなきゃいけないところで、うん、さっきの話分かりやすいんですけど、スランプを迎える方って分かっている姿勢を持ってる方なんですよ。うーん、そうするとお客様が、あ、この人なんか分かった姿勢出してくるから
あ、まあ、あんま変わりないですよって言っとけばいいやってなっちゃうわけじゃないですか、うん、でそうなってくると、まあ、1ヶ月3ヶ月1年もすれば市場変わりますよね、はい、これまで刺さってた提案が全部刺さらなくなるんですよ、うん、これがスランプですよね。はあ、だからこそ素直じゃないといけないんですね、うん、そういうことなんですよ、はい、あとはこれ怖いんですけど、さっきの分かってるがもっと怖くて、例えばですけど御社にそんな人はいらっしゃらないかもしれないんですけれども、最初入ってきた人って僕頑張りますって言うじゃないですか、うん、半年後ぐらいにこうなるじゃないですか、うんうんうん、でその時に丸丸くんってこういうふうに頑張った方がいいと思うよって言った時に、その人っていやそれは分かってるんですけどねって言っちゃうわけですよ。でそうすると周りの人はどうなるかで言うと、分かってるんだったらやれよともしくは、うん、あそうなんだ分かってるんだねって言って二度と教えないってなるんですよ。だからこの分かってるという姿勢や言葉が使ってる側からすると自己弁護なんですよ。あでも使われた側からするとアドバイス拒絶、情報提供の拒絶をされたというふうに捉えるんですね、うん、このたった一個の違いがもう一流と二流分けるどころか、スランプと、まあね、成長を分けて、で企業としても、まあ、僕たちは市場のこと分かってるんでって思った瞬間に市場がちょっと変わった瞬間ズドンと落ちるっていう、この違いを作っているというので、結構大切な考え方でして、個人としてだけじゃなく企業として素直じゃないといけない。企業として、そう、そういうことなんですよ。企業としてお客様のニーズを捉え続けるような仕組みがあるかどうか、はい、企業の中で言うとそれがニーズカードというふうに、全営業マンが月に1回、ニーズカードを提出するっていう形で、これ仕組みを話し始めるとこれが20分ぐらいかかってしまうんですけど、はい、こんなニーズ、それだけの話じゃないんで、おーニーズカード単体で運用したとしてもそれじゃうまくいかないんですよ。ちゃんと会社の仕組みでいくつかの仕組みとちゃんとやらないとうまくいかないんですけど、ただ1個目のきっかけとしてで言うと、営業の方はお客様からのニーズをちゃんと聞いて、それを本社の方に1人1枚あげなきゃいけないっていうようなことをやってると。なんでニーズを捉え続けてるっていう、そんな条件があります、ね、へー、よかった、企業ですね、はい、なんでそういう意味でもね、売れない人は特徴を語り、はい、売れる人は利点を語る、これいい言葉だなと思いましたけど、本当そうですよね。そうなんですよ。でこれが、売れない人は特徴を語り、売れる人は利点を語ると、うん、でこれ多分3行目抜いていただいたのかもしれないですけれども、うん、営業を教えられない人、うん、はい、売れない人は特徴を語り、売れる人は利点を語ると、そして営業を教えられない人についてはお客様目線になりなさい、うん、お客様の立場になりなさいとだけ教えてしまうと、うん、これが実は、合ってるんですよ、うん、合ってるんですけど全く効果的じゃないっていう、はい、でなぜかというと、この特徴と利点というのの違いが、この本の中に書いたかと思うんですけど、主語が違う、うん、かというと出てくる言葉が違うんですよね、はい、だから気持ちや立場は伝わらないんですよ、うん、気持ちや立場は源泉にはなるんですけど、最終的に出てきた言葉やビジュアルというものが重要なものであって、まかないと僕たちが、まあ、この後ご飯行きますと、ランチでカレー食べたいと、カレー食べたいカレー食べたいっていう立場を持った上で、最終的にパスタくださいって言った瞬間、運ばれてくるのはパスタですよね、うんうん、はい、でも僕カレー食べたいんですよ。あそう、だから完全にお客様の立場になってるんですけど、売れない人っていうのはずっと特徴喋ってるんですよ、うん、でじゃあ主語が違うというのは、特徴はの主語は私たち、はい、利点の主語はお客様ということで、お客様の言葉で話さないといけないのが利点で、うん、私たちの言葉で喋り続けると全部特徴になってしまうと、うん、なんで売れない人っていうのは、自分の会社の歴史はとか、この製品の特徴はと、これってこんな機能があるんですというふうに言ってしてしまうと、利点を語る人に関しては、うん、じゃあこの特徴を使うことによって御社のこの部分のこの生産性がこう上がりますよねと、うん、そうすると〇〇さんの元々のご評価に関しても、評価点上がっていって会社の中で送信になっていきますよねみたいな形で、相手の変化を語るのが利点側で、これで切り分けていただくと、同行の営業とかしてみると、売れない人はもうほぼ 100% 特徴トークです。やっぱそうだね、売れる人はもう利点トークすごいです。あ、はい、こうなりますよね、ああなりますよね、ずっと言ってます、はい、この差分が分かってくると、うん、重要なここが分かると教えるポイントが分かってくるんですよ。ここが分からないと自然とやっちゃってしまうので、何が切り分けポイントか分からないんで、最終的にお客さん目線になったら分かるよみたいな話になっちゃうんですけど、それじゃあ結局言葉が変わらないので成果が変わらない、うんっていう風になってしまうと、主語を変えていくわけですね。そうなんです、はい、こういうのってなんか分かっててもなんでできない人はできないんですかね、まあ、本当マインドセットを変えるだけですか、言われないからですかね、フィードバック受けないから、
治んないんですかね。今言われたやつ全部な気もします。あの、で、正直なところ、これマーケティングの領域でいうとファブって呼ばれるような、ファブ分析っていうような形でも一般的な考え方です。特徴と利点に分けてそれを言語化して作るっていう、なんですけど、やっぱり営業研修とかさせていただいたりとかすると、それを体験したことない方ばっかなんですよ。ああ、そっかそっか。教えられてないんですよね。そっか、体系がまだ日本の営業されてないですもんね。個人プレイで、ね、そうなんですよ、やるって感じで。まさにまさに、これちょっと思い出したかのように営業の話でいくと、これ日本の営業の方って基本背中見て覚えろって言われるじゃないですか、はい、あれ本当かわいそうでして、うん、例えば本当分かりやすい例で言うと、売れる方って後輩に何を見せるかなんですよ、うん、売れる方は後輩にプレゼンテーションを見せるんですよ基本。ほう、なんですけれども、営業って基本構成で言うと、不信の払拭、また信頼関係の構築、ニーズを捉えて深掘りをする、でこのニーズを叶えるような付加価値を持ったプレゼンテーションをして、このニーズが叶うことを伝えると、うん、そして勇気づけをするような意思決定に導いた上で、それを成功に導いていって、そして他の方もどうですかっていうふうにつなげていくっていうのが基本的な営業の流れなんですけれども、この流れ、まあ、佐々木さんとかだったらもう当たり前だなって思うかもしれないですけど、この構成をまず教えられてないんで、じゃあ付加価値を持ったプレゼンテーションを先輩が先にするんですよ。それ真似するじゃないですか、うん、何とそれを真似するとお客様に何と言われるか、押し付け営業って言われます。おお、なぜならプロセスが信頼、不信の払拭、信頼の獲得、ニーズの深掘りができた状態で価値プレゼンテーションしないと刺さらないんで、うん、この3つのプロセスが飛ばされてる状態なんですよね。いきなり好きですっていうようなもんですよね。そう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 、でも先輩はベテランなんで、うん、もうここの部分できてるんですよ。とかあとはもう既存のお客様とかだったらこう全部すっ飛ばせるんですよね、うん、もう知ってますみたいな話なんで、そうなってくると見せられるのがプレゼンテーションのとこだけ、うん、そら苦しみますよね。 あれ先輩のやつ真似しても全然うまくいかない、うん、やっぱセンスが私悪いんだみたいな。違うんですよ、構造が間違ってるっていうだけで、はい、そうプロセスが違う、そうどこを鍛えなきゃいけないかが違うだけで、そこがちゃんと言語化できると、まあ、営業は私は言ってるんですけど、営業は準備9割であると、はい、準備9割できると。ちなみに私の知人で言うと準備 99% よっていう人もいました。はい、そうなんですね、はい、そういう意味ではなんかもう禁煙するような営業をなんか標準化しちゃってマニュアルにして日本中で学べば、はい、日本の全体の生産性上がりそうですね。上がります、うん、もうこれはもう確信しています。上がります。大学とか高校とかで教えたらいいんじゃないですか。ちょっとそれ紹介してもらっていいですか。いや僕は本当にしちゃって、はい、普通に本当にこの価値的なところに関してで言うと、うん、大学で学んでほしいですし、ね、高校でも学んでほしい、価値って何かというと役に立つなんですよ。人の役に立つっていう人生行けたとしたら楽しいんですよね。なんでここの部分っていうのがしっかりとできるような学びっていうものができていくと、あの私としてはなんかもう仕事もよりに尽きるというか、そうですよね、はい、思います。だから禁煙する流があったりリクルート流があったり3つぐらいの流派を作って好きなやつを皆さん学んで、ね、はい、その後で型破りしてもいいし、ね、みたいな感じで。そうなんですよ、ね、基礎ができたら最初は自分で、ね、破っていただいたらいいんですけど、この基礎をつけるときにもう体のつけ方は間違えない。ゴルフとかでも一緒じゃないですか。そうですね、最初に適当にやっちゃうともう全然治らないってなっちゃうんで、そこの部分大事だなと思ってます。確かに大学で、ね、もっと無駄な授業を増やすよりそういうのやった方がいいですね。はい、ありがとうございます。ということで、はい、今日いろいろ話していただきましたけど、高価格をつけるための、まあ、3つの質問、はい、これ分かりやすいなと思ったんですけども、 ありがとうございます。実際にね、高価格つけるとみんな勇気いると思うんですよ。今までやったことないですし、はい、この3つの質問なんで効果的なんですか。ですね、これ実はですね、うん、この我々のお話ししている中でいうと、付加価値と差別化っていうところを両方とも抽出するようなお話になってくるんですけど、うん、結局あのこの本で言うと特徴、利点、価値、価格っていうところでやっていって、まあ、例えばこの研修に関してで言うと、まあ、最終的に、まあ、1000万しますとか600万しますとかいくらしますと、うん、でこの特徴だけを語ってお金を払うってもう相場と一緒になってしまう、うん、つまりコストベースの価格決定か相場より安くなってしまうというのもなってくるんですけど、じゃあこのプロセスを経ることによって御社では生産性が上がりますよと、うん、じゃあその生産性が価値としてでいうと2億円上がりますと、うん、はい、なのでこのプロセスを買っていただくには1000万円しますとなってくると、この流れになってくると得る価値2億に対して価格1000万なんだなっていうこのプロセスになってくると。でこれで何ができるかというと、特徴対価格じゃなくて価値対価格の比較になってくると、でこの時にお客様側に3つの質問頭の中出てくるのがこの3つなんですよ。あ、2億ってさ本当にそれ手に入んの
これが一番なんですよ。そうね。本当にその価値って手に入んの？うまいこと言ってるだけじゃないかと。そうそうそう、うん。なのでそこに対してエビデンスであったりとか事例っていうのを用意しなきゃ。そうなんですと、御社で言うと今ここの部分の生産性でこれくらいしかないんですけれども、これを導入いただくことによってここまで上がりますと、これを1年間継続していただくと合計として付加価値金額、まあ価値の金額で言うと2億円分差出ますよね、うん、ああ本当だねっていうところでまず1個目なんですよ。でもさ、うん、次でもさ、でもさ1000万って高いよね、うん、そう他でもできんじゃないのっていうふうにお客さんも思うわけですよ、うん、みんな思いますよね。そう、同じ価値手に入るんだったら安い方がいいんですよ、うん、はい、言えてきませんって話なんですよ。ここ他ではできませんよと、はい、なぜならばこのメソッドについては誰々教授がこういうふうに証明をしていて、実際に私たちが日本で初めて作ったメソッドでとかっていう形で他ではできないっていうようなことを証明すると、うん、で他でもできなくて最終自分でもできないっていう状態がなってくると2億1000万、うん、買うしかないっていうふうになってくるっていう、はあ、はい、これがあの実際にはこんな、うん、あの最終的に提案の段階になってこんなのを証明しちゃいけないんですよ。その提案の段階の前にお客様にはここが分かっていただいた状態で最終的に価値と価格でいうと御社こうですとっていうのがあの付加価値型の提案っていう、はあ、これね皆さん応用できそうですね。いや、なんであの、はあ、我々のセミナー研修を受けていただいたりとかコンサルを受ける会社様に関して言うと、まずこの3つの質問に答えれることと、うん、価格提示の直前にお客様が得る価値をもう資料としてバーンって乗っけてくださいと、うんうんうん、そう、これ導入したら何がどう変わってどんだけのコストダウンであったりとかどれだけの付加価値がアップしたりであったりとか、うん、そのプロジェクトのサマリーをもう一回乗っけ直して、うん、それと今回の提示価格っていうのをお客様がパッパッと比較できるようにしてくださいというふうに。そういう意味じゃ営業のプレゼン資料のフォーマットとかって、はいはい、まあ、キーエンスはもちろんあると思うんですけど世の中的にあるんですか。今例えば私資金調達とかのプレゼンよくするんですけど、はい、その場合ピッチブックって言っていろんなノウハウが積み重なってこういうふうに作ればいいよみたいな、はい、テンプレートあるんですよ、はい、営業ってあるんですか。あの、あんまりないんだと思うんですよ。ないんですか。それ作ってあげたらね、はい、いいですよね。そう、なんであのうちのクライアントさんでやるのは今 の, 特あの、うん、お話の中でのこの構成作って最終的にやりましょうっていうふうにお話させていただいてて、あの私前作で構造が成果を作る仕組みによって成果を作りましょうって言ったんですけど、うん、提案書って仕組みなんですよ。ですよね。そうなんですよ。だって提案書の通りに読まなかったとしたら嘘ついてると思われたり、うん、プレゼンしにくいじゃないですか、うん、なので提案書ってまさにこの通りに読まなきゃいけないんで、逆にそれがあると準備ができてるっていう話なんですよね、うん、その構成自体が本当に重要な仕組みだと思います。その提案書とかをなんかフォーマット化してライセンス料とか取りながら売れないんですかね。ちょっと考えさせていただいていいですか。はい、やろうかなと。そういうのあるといいですよね、はい、いやいや、ありがとうございました。これもね、今回の全部のまとめかなっていうふうになるんですけど、はい、ニーズを探索して価値消費して、はい、価値実現っていうことで、これ分かりやすい図ですね。ありがとうございます、うん、価値を最大化最適化する価値展開のとこで、またこれね出てきましたけど、これが大事だってことですね、はい、この組織を作っていく、うん、さっきの 1枚前のものが、うん、いわゆる営業レベルで最適化していく、うんうん、はい、レベルのものになってきます。ニーズ探索して価値を作って、それをお客様に情報提供して買っていただいて、その後に価値実現していく、これが最初単位になってくると、うん、はい、でこのプロセスがあんまりうまくできてない会社いっぱいあるんですよ、うん、ニーズ聞けてなかったり、ニーズから価値転換できてなかったり、それをお客様の頭の中に構築できなかったりっていうので、正直ここをまず1個目営業の中で言うと改善した方がいいですねと、うん、これを改善し続けるだけで正直営業力上がっていきますと、うん、じゃあこの小さな一回一回の行動っていうのを改善できるってなってきた時に、次にやってるのがそのまさに販売促進という次のページのところでやっている価値展開のところでして、ここの成功事例って結構多くの会社さんで言うと、ある営業マンの成功事例ってその人が持っちゃうんですよ。あ、抱え込んじゃうんですね。抱え込んじゃうんですよ。そうで、その人だけのノウハウになってしまって結局みんなに展開されないんですけど、まさにこの販売促進とかで言うと、あれ、これめっちゃいい事例じゃないって、だってこれ競合のこの会社も入ってきてるのに価格で言うとこれで売れていて、え、なんでこれ勝てたのみたいな、うん、ってことはお客様側に買う理由があったはずだみたいなことをちゃんとこの販売促進とかってちゃんと調べてるわけですよ、うんうん、でそうすると好事例ですよね。じゃあ好事例を言語化してビジュアル化して全営業マンにもう一回バンってやるんです。ほうっていうようなこととか、やっぱ最適化するべきことってたくさんいっぱいあって、うん、この価値展開っていうのって営業の方が生み出してきているこの成功事例を、競合打破したものであったりとか、これまでだったら売れなかったマーケットだったりとか、そういったその成功事例をちゃんと言語化して、うん、でそれを再現可能なものにして
また営業の方々に再展開すると、うん、これらをずっと繰り返しているいわゆるマイクロマーケティングってそういうことでして、実はキエンスの場合自分のノウハウを抱え込んだりできないように仕組みになってるんですよね。そうです、そうです、みんなでシェアした方が得だっていうか、はい、そうです、うん、そうなんです、先ほどのまさに全体で広がってくるんですけど、うん、会社全体の営業利益が得なんで、自分が1億売って隣の人が1000万しか売ってないと、うん、なってくると、まあ、1100万しか利益ないじゃないですか、うん、はい、でも自分が7000万隣人も7000万1400万あるわけですよ、あ、じゃあ1億4000万あるわけですよ、うんうん、どっちの方が給与高くなるかというと、みんなでちゃんとグッていった方が給与高くなるんですね、うん、で同じパイの取り合いじゃなくみんなで豊かになろうっていう感じにできるんですね、そうそうそう、でっていう風になってる、確かにな、いやそこですね、はい、だから高度経済成長でみんなが豊かになっていけばいいってことですね、はい、いや本当よく分かりました。4回にわたってお話伺ってきて、はい、この本さらに皆さんに読んでいただいて学びたいんですけど、これ読んだ上で、はい、この動画も全部見た上で、はい、さらにこの付加価値の作り方のメソッドを自分に体系化してというか注入していって生かすためには何していくといいですか、まあ、実践ですよね、実践です、うん、はい、まさにこの中でも書かせて、うん、まずはですね、これまでのコスト軸とかからまずは付加価値なんだっていうところに一個、うん、頭をチェンジしていただくっていうところで、価値で見ていただいたらさまざまなものが見方変わっていきますので、まずそこには一個慣れてほしいかなっていうところです、うん、でその上でじゃあこの価値の次になってくるものでいうと、この価値の源泉ってちゃんとあるんですよ、うん、それがまさにこの最終章でお話しさせていただいたようなニーズの部分になってくると、ね、うん、じゃあこれニーズって何なのっていうところがすごく重要で、これ B2B と B2C の中、そして潜在ニーズと顕在ニーズ、うん、そしてニーズとニーズのニーズっていう形で様々に分けれるんですよ、うん、はい、でこれらをしっかりと学ぶっていうことをやっていただくと体系的に潜在ニーズ取れてきます、はい、そういったところの部分とかっていうのも特に商品企画の方とかだったら、学んでいっていただきたいなっていうところですし、はい、あとはもう一般で通常にビジネスをされている方であれば、ニーズつまり付加価値を作るために隣の人の話を聞こうって、うん、はい、実は付加価値って途中でも出てきたのかな、簡単に言うと押し付けちゃダメなんですよ、うん、はい、いかに自分が価値だと思ってても隣の人には関係ないんですよ、うん、でも隣の人が欲しいと思ったり困ってるっていうことに関してはこれニーズを表してますんで、それ叶えてあげたとしたら価値あります、うん、はい、で一人一人がそれができるようになっていったとすると、うん、もう少し優しい社会になるんじゃないかなと思いますんで、はい、スキルとしてもそうなんですけど、生き方的なところでも価値作るような方々になっていただけたら嬉しいなというふうに思います。僕も頑張ります、はい、この本書いてて、はい、出してやっぱ一部の方がやっぱ浅いっていう方いらっしゃるんですよ、うん、そう、もっと深く知りたいと、 もっと深く知りたいと、うん、で気持ちよくわかるんですよね、うん、そこまで深く書いたら一般の方に気づきを与えられるような本じゃなく難しい本になっちゃうんで、読まれないから展開されないと、うん、はい、それは分かってますと、はい、なのでこれに関して言うと気づきを得ていただきたくて、で付加価値を上げるっていうことができたとすると、今付加価値が上がらなくて給料もらえなくて、会社としてもこれ出せないわけですから、うん、仕方がないわけですよ。その状態で苦しんでるっていうのって、そもそも付加価値が作りにくい状態だったり、うん、付加価値の概念が分かってない、うん、そこを打開したくこの本作ってますんで、うん、ぜひ読んでいただけたら嬉しいな、はい、分かりました、はい、また次回作も期待しておりますので、はい、今回は4回にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました、失礼します。